はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の性質 ④ をお送りします。で、これで4本目ですね、この性質も。で、今回は前回とちょっとつながってる感じなんですが、まず上3問、前回の流れでね、解いていきます。で、その後にポイント祭りです。で、全部で12問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、やってもらって、で、わかんないなというのがあれば、今から全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、できればなんですけど、これ前回の ③ の動画から結構つながってます。特にここ。だからもしよかったらそっちをチェックして OK ってなった上で見てもらえた方が吸収しやすいかなとは思いますけど、もしよかったらね、ちょっとお願いします。で、前回その ③ の動画上3問は1周しても同じだよねっていう、2π でこうずらす感じね。もちろん2周もありましたけどっていうのもあった。で、下の3問に関してはこう負になってるマイナスをこっちに持ってくる感じ、これをこうする感じのをやったんです。で、今回まずこの3問何するかっていうと、今度はπ でずらします。180度ずらす。2π、1周じゃなくてね、半周ずらすの。だから結論から言うと、これ3分の 4π、2π は引けないんです。でも、π が引けるから、π を引いて、3分の 3π 引くから3分の 1π だよね。つまり3分の π になると。で、そう変えることができる。ただし、これを変えた時にはマイナスになります。つまりマイナスサイン3分の π に変わるの。これがね、入るかな、イコール一応入っ、あ、ギリだね。で、3分の π、 これ60度なんでサイン60度でしょ。で、サイン60度は2分のルート3だから、答えから言うとマイナス2分のルート3とこうなります。じゃあなんで π でずらせるか、でずらした時にマイナスになるのかっていうのを覚えてほしいんだけど、なのでまあ単位円が出てくると。で、これね、ちょっとここの説明でまた単位円を使うのですごいちっちゃくてちょっと申し訳ない。今回ね、すごいごちゃごちゃしちゃうと思うんですけど、こう単位円があるでしょ。で、もともと3分の 4π、 これは240度かなので、270度、ここのちょっと左、ここになります。で、これのサインだから、今 y 座標ね、こっち。いい？で、180度ずらす、π を引いてる感じ。引くっていうのは、それの反対側です。直線を引いた反対側。だから、180度引くと、ここになるの。で、そこの y 座標と幅は同じです。ちょっと見にくいと思うけど、下の幅と上の幅は同じ。だから、サインからサインに変えることができます。同じ幅だから結局。ただし、負だったものが正に変わってる。符号変わってるからね。だから、マイナスをつけなきゃいけない。符号を変えなきゃいけないから。だから、こういう変化になります。π でずらしたときはね。いいかな？で、次はコサインです。で、同じようにこれも 2π が引けないので、π を引きます。で、そうすると、6分の 6π を引けばいいから6分の 5π になると。で、これはマイナスがつくかつかないかっていうと、これもつきます。で、6分の 5π が150度、コサイン150度はマイナス2分のルート3なので、マイナス2分のルート3にマイナスをくっつけるからプラスになるよね。だから答えは2分のルート3になります。じゃあなんでコサインの時もマイナスがくっつくのかっていうと、同じ発想だね。で、これもちょっと説明でした使うんで上寄りで失礼しますが、こうあった時にもともと6分の 11π は330度なので、もう一周する直前だよね。ここですの x 座標だから、ちょっと見にくいけどこの辺ね。で、さっきも言ったように180度 π を引くっていうのはこう持ってくる感じで、そこの x 座標と幅は同じです。だからコサインからコサインに変えますけれど、見てわかるように符号が変わったので、だからマイナスをつけなきゃいけないという感じで使ってください。でこれは下の公式にも関わるんだけど、もともとこれ π プラス θ を使ってます。ここ π マイナス θ なんですけど、 π プラス θ、 今回 θ が6分の 5π なので6分の 11π を π プラス6分の 5π と考えて使ってる公式なの、一応ね。そこまでね深く考えなくても大丈夫ですけど、まあ、こんな感じでやっております。で最後タンジェントです。でこの6分の 7π も、2π は引けないので π だけ引くと。で引くと6分の 6π 引けばいいからタンジェント6分の 1π なんで6分の π になると。でタンジェントはマイナスがくっつかないんです。そのまんまでいいっていう。で6分の π がタンジェント30度か。タンジェント30度なんでルート3分の1なので答えそのまんまルート3分の1で OK となります。でなんでねタンジェントだけつかなくていいのかっていうと、これ入っていくかなあ、大丈夫ね。こうなった時に6分の 7π だから210度なので、この辺だよね。でタンジェントは傾きなので、まあ、その傾きね、この傾きでさっきからやってるように π をこう分けた時にはその反対側を引けばいいから直線を伸ばしたここなんだよ。で見て分かるようにこの直線もこっちの直線も同じでしょこれ。だから傾き変わらないんだよね。つまり値が変わらなくていいので、そのまんまマイナスとかをつけずに使うことができるというふうになります。これは前回の動画の ③ のやつを必ずセットで、ね、使いこなせるようになってください。で残りねこういうパターンもあるって、本当はそれも問題した方が良かったんでしょうけど、ここは公式でいきます。でまず書きましょう。これ今これ上の問題はさっきもね書いたように180度 π を使ってずらしてるんです。ここは2分の π、 90度でずらします。でこっからが厄介で、今までってサインはサインなんだよね。コサインはコサイン、タンジェントタンジェントなんだよ。なのにここ変わるから、どう変わるか、サイン2分の π プラス θ ははいコサインに変わります。コサイン θ でこれ全部 θ に直すからね、全部ね。で次じゃあコサインはっていうとサインに変わるんですが、ここはマイナスがくっつきます。はい、ややこしい。でタンジェントでタンジェントどうなるかっていうとマイナスがつきます。しかも分数でタンジェント θ 分の1っていうね、もうなんじゃこりゃっていう感じになるんですけど、これがまず公式3つね。でもちろん暗記したら一番いいと思います。個人的にはいいんだと思う。でも実際俺が今この空欄になってたでしょ。急にパッて出されたらパッと出てこないです。今からやる思い出す作業をしないと多分厳しい、俺はね。だからみんなもぜひこう覚える、暗記できる子はそれでいいんです。ただあなんだっけって思った時に思い出す手段として覚えてもらえるといい、今からやることは。でその思い出す作業の仕方も学校の先生とか予備校とか塾の先生によって違うと思います。だからそのみんなにね合うものを使ってもらえばいいので、その選択肢の一つとしてちょっと聞いてみてください。じゃあいきますよ。まずこれね、で基本的にはもう単位円です、使うのは。これちょっと大きいもんね、かぶっちゃったけど。で2分の π プラス θ、 これを θ に移すの、全部。これもそう2分の π マイナス θ を θ に移す。でやることはまず θ を決めるの、自分で。で θ を決める時のポイントは絶対第一象限に決めるのが楽だから。でイメージは30度イメージで決めるといいです。ここ θ でこれをやっちゃいけないのが45度のところでやんない方がいいです。そうすると x 座標と y 座標が同じ幅になっちゃうので分からなくなる。必ず薄めにした方がいい。そうすれば x 座標、ここコサインは幅が広い方になる。ちょっと狭くてごめんね。y 座標は幅が狭い。だからサインの方は幅が狭くてコサインの方は幅が広いっていう設定から始められる。見分けがつくから。でごめん、詰まっちゃった咳とかぶった。で結局2分の π プラス θ を出したいんです。これはこの θ に90度を足したものなのね。じゃあどこかっていうと90度足すからここになります。ここ90、直角ね。ちょっと見にくかったらYouTube の画面を大きくしてください。申し訳ない。特に携帯のことが見にくいと思うんですけど。でここになる。でこの青のゾーンが2分の π プラス θ です。でそこのサインだから、ここの y 座標はどうなのって聞かれてる。で図で書いて分かるように、ここの y 座標は幅が広い方です。それはもともとの x 座標コサインと同じになってる、幅広い仲間だから。だからサインがコサインに変わるので、見て分かるようにプラスとプラスなの。だから符号が変わらないん、ここは。けれどコサインの方、2分の π プラス θ ね、ここのコサインはこっち幅が狭い方です。だからそれを戻した時、幅が狭いのはサインです。だからサインに変わる。けれどマイナスとプラスで符号が違うから、マイナスをつけなきゃいけないんですっていうふうに変化する。でタンジェントに関しては傾きでしょ。これ今直角なんで、こいつとこいつ垂線なんだよ。で垂線って傾き同士をかけたらマイナス1でしょ。だからこいつとこいつをかけてマイナス1にならなきゃいけないから、分数にしてタンジェントをこう切る感じでマイナス1になるようにこうなるって覚えておくのが一番シンプルかなと思います。自分はそう覚えてるんですけど、この覚え方完璧ではないです。完全に個人の自己流でやっちゃってるんですが、そんな感じで、もしね合うようだったら使ってみてください。で次が2分の π マイナス θ です。90度引く θ ね。でこれも基本的に同じ、サインがコサインに変わります。でコサインがサインに変わって、でタンジェントはタンジェント θ 分の1になる。けれどここ全部符号変わらないんです。プラスのまんまっていう。でなんでそれが起こるかっていうと、ちょっとねデカめで書きたいですね。でさっきと同じように一応合わせようか。 θ30 度イメージで薄く書きます。でそこのコサインとサイン、幅が広い方がコサインで、幅が狭い方がサインで設定しておくと。で今度90度マイナス θ なので、90度から θ を引くから、ここになります。ここが θ だと思って90度から θ を引くので、ここになると。でこいつがこっち2分の π プラスマイナス θ だから。でそこのサインです。サインは y 座標だから、ここ幅が広い方。じゃあもともとの幅広いのはコサインだから、コサインに変わると。でプラスとプラスだから符号変わらない。でコサインの方もここの x 座標幅が狭い方です。もともとの幅が狭いのはサインです。だからサインに変わる。でプラスとプラスだから符号変わらないよねっていう、そういう感じです。で最後傾きなんですけど、でこれも完全に俺の覚え方だけど、さっきのと応用した感じで、さっきこっちがこうなったでしょ。マイナスタンジェント θ マイナス1で、傾きってこれがこれが傾き5だったら、ちょうど線対称のこれってマイナス5じゃんか。だからもともとこれが θ プラスこっちね、2分の π プラス θ かだったのが、こっちに鏡映っただけなんだよ。2分の π マイナス θ って。だからここの符号が変わっただけなので、これの符号が変わったものになります。傾きはいいかなって覚えてるんだけどね、俺はね。でラストです。今度は上と同じ π の仲間だね。でも π マイナス θ、180度マイナス θ だね。でこれはサインはサイン、コサインはコサイン、タンジェントはタンジェントです。コサインとサインは変わりません。でサインはそのまんま、コサインはマイナスつくよ。でタンジェントもマイナスがつくよっていうのが公式になります。ですげえ長くなってるよね。14分も話してるんですが、最後もちょっとお付き合いください。でこれも単位円を書くと。で同じようにちょっと喉がθ を薄めて設定しておく。で x と y 幅が狭い広いを分けておく、ちゃんと。で π マイナス θ はどこかっていうと、 π180 度から θ を引くから、ここね、ここになる。でここのサイン y 座標はかぶるよね、もともとと。だからもともともかぶってる、もう符号ももちろん同じなので、だからサインはサインに変わるだけ、符号も変わらないよっていう。でコサインは下ろしたここ、幅が広い、こことここの幅はもちろん同じです。だからコサインからコサインに変わってるんですけど、マイナスとプラスで符号が変わるから、だからマイナスがくっつく。で最後のタンジェントはさっきの鏡と一緒です。この傾きとこの傾き、数字同じだから、だからタンジェントで変わらないけれど、プラスとマイナスの傾きになってるからマイナスをつけなきゃいけないよねっていう、といった感じでございます。で途中で何度も言ってるけど、本当に覚え方っていうか思い出し方の一つです。もうこれはツールとして俺がずっと使ってるだけだから、だから本当に合う合わないのね、一つの選択肢としてぜひね、聞いてもらえたらと思います。聞いてもらったんですけど、ね、覚えておいてもらえたらと思います。では今回は高校数学数2の三角関数の性質 ④ をお送りしました、今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回 ⑤ が一応このタイトルは最後です。で最後はこの知識を使ったちょっと問題をやっていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。